こんにちは、クリスティーナです。今日は、何て言ったらいい、おばあちゃん家から、おばあちゃん家にあった大きい荷物が、ちょっとこれお母さんから送られてきたんだけど、今はもうおばあちゃん家は使われてないから、夏に親が滞在するぐらいで、さすがにこんなに物はいらないよねっていう、まあもともといらなかったんだけどね、もともといらなかったんだけど、まあ私のマミーが整理し始めたから、あのフェイスタイムしながら、これいるこれいるって写真も送ってきたり、そのテレビ電話しながら見せてくれたやつで、うちらが欲しいって言ったものは送ってくれました。全部送っとるんか分からんけどね、何がどこに入ってるか分かんないから、もう開けていきましょう。はい、もう何か分かるね、うちらワイングラス、こう、あ、見えないね、見えた、これがこうだね、画面だとここだったら分かるかな、いや、どうかわいいでしょ、高級感のある音がしますね、やばい、もう絶対割りたくない。こちらは同じなんだけど、おばあちゃんレナーテって名前だったんだけど、名前が彫ってある、かわいいよね、ちょっと他のよりここがね、ゴージャスになってます、かわいい、かわいい、ね、お次は、ちょっとこれかな、これは多分アウチボーズ、おいじゃんデザート皿っていうの、でなんかサラダとかもこれに乗ってるよ、また違うやつ。私の要望で、本当はね、おばあちゃん家には基本何でも何枚セットみたいな感じで全部セットで置いてあるんだけど、そのままお店屋さんでなんか売れるぐらいのレベルでいっぱいあるんだけど、わがまま言っていいかと、それぞれ一つずつ欲しいって言ったの、なんかこうちぐはぐな感じがいいなって思って、それでちぐはぐに送ってもらいました。微妙に違うんだよね、これも似てるようで、かわいい。これは多分シンプルな、一番モダンな、何の変哲、見えてんのこれ透明すぎて何も見えないの、一番シンプルな、あなたが好きな、私が一番好きな、シンプルの中で一番好きなのはこれ、このちょっとシンプルだけど、だ普段使いできるけど、ちょっとつまらなくはないよみたいな。あ、割れてますね、これ。このまま、すごいわ。逆に他のやつ飲んで大丈夫だって。じゃあこれは、多分ね、これね、シンプルなやつ。一番モダンな。どうしよう。ここに取った。どうしよう。ここに。ご愁傷様です。あ、ガラスの破片が、これは大丈夫か、え、面白いね、なんでこんな挟んであったやつ、これはさっきの私の一番好きなプリンセスじゃん、薄いからかもね、薄いからかもね、欠けてないかな、もう一つの方、な、
まあ、お母さんから送られてきたって言ったけど、お母さんはもちろん日本住んでるんで、まあ、夏休みであのドイツに来てるんだけど、いろいろとねまたお土産も一緒に送ってくれました。梅肉、刻み柚子、すぐ漬けの素渋いんだよね。これは静岡ざく切り本わさび、え、めっちゃいいじゃん、美味しそう。お肉と一緒に食べるやつ、これ美味しそう。でもう一個梅肉、楽しみです。そしてもうここにも見えてるけどシャネルの香水、これはね、もうね、わかんない。使うかどうかもわかんないんだけど、ヴィンテージになるんだと思う。おばあちゃんが使ってたシャネルのウォーワン。ウォーワン。どうもっちったけど。おばあちゃんがつけてた香水。あ、なるほどね。おばあちゃんの時代は回すんだね。あー、おばあちゃんちって感じ。わかるかな？あんまもう。寮が行ってる時はあんまつけなかったんじゃないかな。どう？寝てもわかる？わかる。え、これどうやってつくの？ちょっとでも大でコロンだからそうだね、そんなすごいどぎついわけではないのかもしれない。大切にね。でもさ、こういうのって難しくない？なんかさ、あの、いい香水とかちょっと特別な思い入れのある香水をさ、つけるってさ、いい時につけたいじゃん。そういうのってでもなんか特別な日みたいになったらご飯行くじゃん。でもご飯の時あんまつけない方がいいじゃん、うん、じゃあどう、いつって言われそうね、演劇、ミュージカル見に行くとかそういうのしないといけないのねじゃあ次、ああそれね、はいはい、ココット、こういうココと白を送ってくれたんだね。白って言ったよね、うちら。うん、じゃあ他のも一緒なはずです。うん、いい。なので、これも一旦もこれは。もうどんどん行っちゃいましょう。やばい。友達が来るのにこんな。ゴミだらけにしちゃっていいんやかしら。なにこれ、こんな重いのなんだっけ。あー、わかった。なんなら今からでも使える。シルバー、そう、いや、スマート銀メッキだと思うけどね。でかっ。え、じゃあセットだから、これサラダ用とか、あと、うん、こういう、なんていうの、ちょっとしたローストビーフ取り分ける用とか、いろいろ入ってて、まあ普通の、お玉かわいいソース用だよ、これ。そうだね。で、なんかほら見て、これ砂糖のやつとか。で、まああとはもう普通に、あの、ちっちゃいスプーン、大きいスプーン、ナイフ、これバターナイフですね。そうですね。あ、いや、違いますね。え、魚？これ魚？いや、でも1個しか入ってないってことはバターナイフかな？うん。大好き。必要のないけどあったらいいよねっていう。しかも見て、このスプーンと、このスプーン、ちょっと違うの。違わない？ちょっと見えないんじゃない？うん、違わんかった。一緒やった。でもね、違うやつがあるはず。うちスプーンが見たいんだけど、スプーンどこ？大きいスプーン。入れてないとか。ママも一番スプーン好きって言ったけど、送ってくれなかったから。すごい入ったやつ。一個一個入ってるからね。え、でもスプーン入ってないよ、マジで。別のところに入ってるじゃん。そうかも。まずこれも後でインサート綺麗に撮る。明日綺麗な日の日です。そうね。ではお次は何でしょう。なんか横に入ってる。あ、これさっきのココットと
おまじですね。何個送ってくれたの？この。これ3個入って、3、4、5、5個ある。友達が来ても大丈夫。もしかしたら白以外も送ってくれたのかもしれない。うん、ここじゃない？これ何？ああ。これはちょっと楽しみにしていた、なかなかユニークなものです。なかなかない一点物になっております。と思う。いや、本当にこれを見たことある人は、手を挙げて。これ何だと思う？まあ、コーヒーポットっていうのは見たらわかるかもしれんけど、ちょっと待って、これ、怖い。置いてやりたいんだけど、そしたら見えないよ。ちょっと一回練習させて。どうやってやるのか、ちゃん。あんま分かってない。なるほど。ここをまず外すと。それで、こうやってね、開きます。ここはフェルト素材になってます。そして、まあ、これ蓋ね。やばい。もうやってんじゃん、私。そして、これが、この中から、掘り出せるんです。要するにこれが保温容器。保温容器で、これがコーヒーポット。っていうね。年季の入った。もうコーヒーついたのかな。でもね、なんかさ、年季が入ったとはいえ、綺麗じゃない、うん、年季入ったらフェルトぐらいしかわからんくない、うん、すごいなんか綺麗に大事に使っとるよね、うん、しかもなんか面白いんだけどこの削ぎ口どうなってんのここから削ぐの垂れないように何それへえ、面白い。で、おばあちゃんたちさ、うん、コーヒー飲む？飲んでたの。りょうが知ってる、おばあちゃん、おじいちゃん、紅茶派だったでしょ、うん、昔はね、コーヒー派だったんですよ。で、これが掘りでいいのかっていう感じはあるんやけど、おばあちゃん家なんでね、私たち家族、日本に住んでいる家族から贈り物も届いたりするわけで、その中で萩焼の、まあ、知り合いの作家さんなのかな、多分が作った作品で、こちらも私たちはとても好みな感じなので、これちょっとなんか洋風なアンティークの中に混ざったこの木箱に入っているものは、お、あ、ん、なんか入ってた、なんか入ってた、別のものだけど、こちらの、でかー、あ、そう、こっちの、そうそうと、これはなんていうんですか、お、大皿ではないな、なんていうんだろうね、大皿なのかな、大皿、器でございますすごい好きな感じ、いいよね、いいですね、このとても、うん、いや可愛いわ、これなんか わなんていうの、なんだろうね、これなんか割れさしてんのかな、石なのかな、星みたいに見えて可愛い、おしゃれ、どうぞご賞味あれ、ご賞味あれって味か、なんていうの、ご覧ください、ご覧ください、で、まあ、最後に入ってるのが灰皿、可愛くない、この灰皿、あれ、そう、大きい方、大きい方なんだ、もう小さいやつ、もっと小さいんだ、うん、あれ、葉巻用、
あっちも可愛かった。でもこっちの方がなんかちっちゃいやつよりあれが可愛かったよね。柄がね。柄が可愛かった。っていう以上です。たくさん送ってもらったね。さて、これを片さないといけませんが、とりあえずは。あ、忘れておった。ここに入ってましたスプーン。かわいい、見て、ふわふわ。かわいくない？このスプーン。すごい好きなんだけど、このまん丸なさ、スプーン。超かわいい。これが入ってて。うん。あ、これはほんとね、ちゃんと掃除して。これちゃんと掃除しないといけない。磨きなさいって言われた送るけど自分で磨いてさすがに磨くまでせんでいいよっていうね、うん、以上です。これからまたどんどん増えていくのかな。私たちは増やしそうですね。そうですね場所あるからって言って、今回はまあという感じですね。じゃあ最後にまたこれを乾杯って言ってチーンって鳴らして終わりにしたいと思います。味量もまたね。どこにおるんかわからん。ドイツのワイングラスでメディテーションいい音ですね。じゃあね、バイバイ。